おはようございます。太平ガロチャンネルです。さあ今日の太平ガロチャンネルは銭形砂絵を見に行きましょう。これを見ると一生お金に困ることはないと言われている銭形砂絵を見に香川県観音寺市に参ります。最後まで見ないとジャンボニャ。体にご褒美をあげよう。そんな時僕はたこ焼きを食べるよ。熱々ふわふわとろとろほろほろりほろりたこ焼き熱々放送は大阪南のたこ焼き屋よりや文在門の提供でお送りします。マリンライナーで四国に渡ります。はい、今日の太平ガロチャンネルは、四国に参ります。岡山駅から瀬戸大橋を渡って、観音寺まで参ります。瀬戸大橋、世界有数の道路鉄道併用橋、とてつもないスケールの大きさです。海を電車で、橋で、公共交通機関で、渡るという、すごい、人類ってすごいですね。海を電車で渡るという、なかなかできない体験で、四国へ、向かいます。橋の、遥か下に大きな担架が通ってたり、とてつもなく巨大な構造物を渡って四国、坂出に到着します。さあこの坂出駅で、高松方面から愛媛方面へ向かう電車に、観音寺行きに乗り換えです。さあ先ほど渡ってきた瀬戸大橋を右手に見ながら観音寺方面へ参ります。観音寺です。観音寺ではありません。時々観音寺って言ってるところがありますけども、勘弁してください。銭形の町観音寺、観音寺ではございません。観音寺駅に到着です。さあ観音寺駅に着きました。天空の鳥居高谷神社、ズームで見えますけども、これ距離ありますかね。さあ観音寺駅から歩いていきますけども、高谷神社少し見えておりますね。ズームで見える感じですけども、標高が404メートル、そして歩いて50分以上かかるということでございまして、果たして今日行けるかどうか、それは分かりません。遍路道、お遍路さんの道。お金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 はい、お宝探し、観音寺、お金を見に行きましょう。高谷神社見えてるんですけどもね、行けるんですかね。とりあえず銭形砂絵を
を見に行きたいと思いますけども、行けそうな感じはするんだけどもね。平野の稲積山の頂上に本宮がありますのが稲積神社と言われる高谷神社、標高が404メートルと非常に高いところにありますので、観音寺市内、そして美しい瀬戸内海が一望できる、本宮の鳥居は天空の鳥居と言われています。はい、この川を渡りますのは寛永通宝、昔のお金の、砂絵があるということでございまして、まずはそちらを見に行きましょう。泣き砂の琴引き海岸、そして、こちらも琴引きなんですね。こちらは四国、あちらは京都です。おお、これはボラでしょうか。魚がいっぱいおりますよ。これはタイでしょうか。大きなタイです。汽水域です。川が海に流れ込む、ちょうど塩水と真水が混ざったところです。いろんなお魚が泳いでいます。はい、琴引八幡宮に着きました。この琴引八幡宮も、源平合戦、屋島合戦の、この勝利の、源氏のゆかりの地だそうです。鎌倉から平家滅亡へ向けて、源義経が、この屋島の合戦で、勝利したと、そのゆかりの八幡宮。あら、かわいらしいにゃんこ。あら、こっちにも。にゃん、起こしてごめんにゃ。ゆっくり寝るにゃ。尻尾立てて、猫って可愛いですね。猫が寝転んだ。あら、もう一匹たくさんいるのね。あら、また何匹いるんや、ここ。これ高谷神社行けそうにないな。にゃにゃにゃ。さあ、とりあえず、にゃんこと遊んでしまいましたけども、この上に登ってみましょう。結構段差がある階段を登っていきます。天下太平、僕太平、太平です。
で八幡信仰の厚い、源氏方源義経が屋島合戦に勝利して、平家追討の成功を祈願して、ここに、木の鳥居をこの鳥居を奉納したということです。なかなかいい運動になりますね。ところで今日雨降る予報なんですけども大丈夫かな。ここでも十分景色綺麗ですね。弓張り好き源のため源の種友の妻がこの観音寺の琴引きの宮で夫の敵討ちをしたそうです。今でもこの琴引き八幡宮の境内にはこの敵討ちを伝える史跡が残されています。ここで夫の敵討ちが行われた史跡弓張り月というそうです。ニャンコがたくさんいます。さあ琴引公園にやってまいりました。この辺り駐車場になっております。この琴引山は58メートル標高、ここからこの銭形砂絵を見下ろすことができるそうです。早速行ってみましょう。1633年、時の将軍家光公から派遣された、丸亀藩主の生駒高利公領内巡視の際に、この地元の古老たちが何か領主の歓迎のためにできることはないかと、一夜にして有明浜に砂絵を銭形で、一夜のうちに作り上げたということだそうです。皆さん、こんにちは。三州中学ユンサブ、結城優奈が観光案内させていただきます。前方に広がる海は、瀬戸内海の日内灘。目の前の島は伊吹島で、いりこの島で有名です。伊吹島は、住民の半分が三好姓だそうで、
私の友達にも三好さんがいます。眼下に見える巨大な砂絵は名物銭形砂絵。江戸時代に讃岐の藩主を歓迎するため村人が一夜にして作り上げたと言われています。すごーい。その大きさは東西122メートル、南北90メートル、周囲が345メートル。おっきいです。毎年春と秋に数百人のボランティアによってその形を整えています。この砂絵を見れば健康で長生きし、お金に不自由しないと言い伝えられており、夜は緑色や黄金色にライトアップされ、昼間とはまた違ったとっても幻想的な砂絵を見ることができます。この銭形砂絵の奥に広がる海岸は日本の渚百選に選ばれている有明浜で、夏には海水浴客でにぎわいます。またこの琴引山の中腹には四国88箇所霊場第68番札所神田院と第69番札所観音寺があり、四国霊場の中では唯一の一時に霊場となっています。銭形の町観音寺、四季折々の風情が味わえる琴引公園にぜひぜひまたお越しください。ありがとうございました。この寛永通宝、砂の芸術品、東西122メートル、南北90メートル、周囲345メートルの縦長の楕円形になっているそうです。夜はライトアップされるそうですよ。ここから見るとまん丸に見えるんですけども、これ実は楕円形、ここから見たらまん丸になるように楕円形に作られている、よくできてますね。さあ、今案内でもございました通り銭形砂絵です。有明浜の砂に描かれた寛永通宝、非常に、大きな楕円形の大きな砂絵でございまして、琴引山の山頂から見ると綺麗な円形に見えます。1633年に、生駒高利公を歓迎するために一夜にして作られたと言われています。誰こんなとこに小島協定の船券据えやがってやろう。こちらの展望台高さが58メートルだということでございまして、高谷神社は今日ちょっと行かれない感じですかね。もうだって12時半ですからね。お殿様を喜ばせるために一夜にして作り上げたというこの寛永通宝の砂絵、これを見た人は一生お金に困らないそうです。本当かな。お、バスあることあるのね。9時55分の次は14時58分までないという、しかも初シャトルは土日祝日のみ運行です。ありえんがな。なんか食えそうで食えなさそうな木の実が、ブルーベリーみたいな木の実がありますけども、まあこれは迷うとこですね。これを食うか食わないか、まあやめておきましょう。あ、こっちにも展望台ありますね。天狗山展望広場、こちらの方からもちょっと見ていきましょう。あ、こっちの方は銭形砂絵は見えないですね。ちょっと木が生い茂ってて見えない感じですけども、あ、こっちはすごい、あ、観音寺の市街がよく見えますね。あ、なんか雲に、覆われた、山の方も見えますけども、これはなかなか、これはなかなか絶景ですね。ただまあこれ、ここもね、あの 100m もないと思いますんで、できればね高谷神社行ってみたかったんですけども、なかなか公共交通機関がないので、はい、ちょっと無理ですね。あー、これはこれでなかなか景色が綺麗な展望台ですね。
さあそして遊歩道を下っていきます。登るのはなかなかしんどくても下るのは簡単。名水山口の井戸、弘法大師が観音寺の住職をされていた頃何でもされていたんですね。大師は大変この辺りの住民が飲み水に難儀しておりました。これを憐れみ井戸を掘って住民を救ったと言われている、そんな山口の井戸だそうです。お、なんかいますか。なんかいそうで、うわこれすごいですね。なんかいそうな、あ、なんかいますね。なんでしょう、何がいる、お、キジかな、キジかな、ピッピックジャクかな、ピッピッ、綺麗な鳥がいます。観音寺の松原です。あの銭形砂絵どこまで見ることができるんでしょう。ちょっと近くまで行ってみましょう。ことびき公園、瀬戸内海国立公園に含まれる名勝で、園内には銭形の砂絵があります。そして瀬戸内海を背景に2キロにわたる白砂青松の、有明浜がございまして、ことびき山山頂からの非常に美しい眺めが見どころになっていることびき公園です。お手洗いにも歓迎通報が。お、これか、これですね。銭形砂絵が目の前に広がっております。どんな感じなのかな。あ、なるほどね。あ、そこまで高くないのかな。いや結構高いですね。はい、中に入ってはいけませんと書いてありますけども、なんか足跡がありますね。さあここが銭形砂絵です。地上から見るとこんな感じです。高さ的にはこんな感じ、結構堤防というか土手というか結構高さがありますね。この場所からだとさすがに何がどう書いてあるのか全く分かりません。よう作ったなと思います。1633年、あそこからね指示を送ることもできないでしょうし、ここに地道に書いていったんですかね。これはすごいですね。本当に1633年に作ったのか、これすごいですよ。砂絵は当然立ち入り禁止です。そしてここまっすぐこの高い山ご覧いただきましょう。ズームにすると分かりますけども、これが高谷神社っぽいですね。さっきの展望台なんかより全然、高くて、景色いいと思いますが、ちょっとあそこまで行って帰ってくるの無理ですね。公共交通機関がないと歩いていくそうですけども無理ですね。はい、銭形砂絵のちょうど裏にやってまいりました。あそこは展望台です。ご覧いただけますかね。ちょっとズームにしてみましょう。あれが先ほどの展望台ですね。58メートル、もう高谷神社と比べたらもう比べ物にならないぐらい、もうすぐそこなんですね。結構石段登った感覚はあるんですけども、あんなにすぐそばであんなに近いとは思いません。あんなに低いとは思いませんでしたけどもね。高谷神社行ってみたいな。有明浜は海水浴場になっているそうで、夏は泳ぐことができるそうです。もう現在9月なので、泳ぐことはできないんでしょうか。まあ泳ごうと思ったら泳げると思いますけども。日本の水浴場88選の有明浜です。有明浜は水がきれいで地形的にも遠浅で安全です。そして、緑豊かな琴引公園を要しており、良好な水環境の保全上意義のある有明浜までございます。今日雨降るってから傘持ってきたんですけどもね、全然大丈夫。とても綺麗な、お、見えてきました。すごい、あーすごいすごい、とても綺麗で、そして夏の風景が広がっております。そしてあそこにベンチがありますね。いい感じです。海水浴場だということですけども、こちらが有明浜海水浴場でございます。
白砂青松の、白い砂、そして、青い松、そして青い空、青い海、とてもカラフルで、美しい、光景が広がっております。そしてあちらご覧ください、あの高い山、あそこに、高谷神社、天空の鳥居と言われる高谷神社があります。いやー、素晴らしい海です。ご覧ください、この真っ青な海、線真っ青も真っ青ですよ。美しい海岸です。人引き、公園にあります有明浜、これが牛内灘というそうです。瀬戸内海ですね。あちらがだからこの道あたりになるんじゃないでしょうか。いやー、まだまだ夏ですね。暑い日が続いております。有明浜は瀬戸内海国立公園に含まれ、日本の渚百選、日本の白砂青松百選にも選ばれている遠浅の砂浜なんです。東洋一の海水浴場と謳われ、多くの海水浴客で賑わっているそうです。さあ、この後は世界のコイン館、そして太平正義記念館、参りますけども、先にこちらちょっとご覧ください。まだまだ続きますよ。お金大好き、お金大好き、お金ちょうだいということで、世界のコイン館に、行ってみたいと思います。さあ、世界のコイン館、そして、太平正義記念館でございます。ちょっと、お邪魔しましょう。はい、ということでございます。世界のコイン館、そして太平正義、記念館、こちら世界のコイン館は撮影禁止なので、パンフレットだけご覧ください。第68代第69代内閣総理大臣を務めた大平正義はこの香川県観音寺市出身です。高度経済成長政策を支え、日中国交正常化を成し遂げ、昭和53年に首相となり、昭和55年の衆参同日選挙の遊説中に病に倒れ、志半ばにして死去した大平正義。総理の足跡をたどる数々の写真や関係資料、愛用の遺品、生涯3つのコーナーに分けて展示されているんです。私も太平なので、大平元首相とは縁があります。あるかいな。あるじゃん、頼んでお願いしますよ。読み方違うわな。
そして世界のコイン館の1階には売店がございまして、そして道の駅琴引にもパンフレットもらえるところがあります。出た出た大木半助、ね、大木亀丸丸亀城で、人力車頑張ってありますね、吉本なのに人力車っていうね。はい、お土産を買ってまいりました、歓迎通報のこのマグネット、そして、シャインマスカットがですね、これ500円、これ安いですね、皮ごと食べられる、ちょっと食べていきたいと思います。そして、蜂蜜、これすごいですよね、形が保たれてます。これシャインマが500円って安ないですか。これシャインマこんだけ入って皮ごと食べられます。シャインマスカットねあんたマスカットみたいな服着て、そしてこのね、これすごいですね、蜂蜜ですよ。蜂蜜形がねすごいね、これ六角形にちゃんと保たれてるというのがすごいですね。はい、ということで、すぐそこに露天風呂温泉もあるそうなんですけども、ね、ちょっと時間がないかなという感じなので、シャインマスカットでも食べながら帰ろうかなと思います。今日ね、天気予報雨の予定だったんですけどもね、全然大丈夫というか、まあ雲行き怪しいっちゃ怪しいんですけどもね、さすが晴れの国瀬戸内海、香川県、あまりね、岡山とか香川とかって雨が降らないんですよね、そして隣が丸亀なんですかね、観音寺の隣が丸亀ということで、丸亀にはね、人力車芸人、大木半助こと大木亀丸こと大木半助、ややこしいですね、横山さんがね、あの人力車引いてはるんで、まあちょっとね、足を伸ばしてみようかなと思いましたけど、なかなかね、電車がね1時間に1本ぐらいしかないんでね、ちょっと無理かなという感じなので、関営通報ね、あの砂絵見られただけでもよしとしましょう、そして高谷神社、もうあそこ行くときはもうね、がっつり高谷神社だけ行く、目指していく感じで行かないと、もう砂絵とか見てたらね時間がないです。公共交通機関で行くことはできないです。はい、かわいいウサちゃんウサギだらけかわいらしい、何橋ですかね。シャインマスカット美味しそうですね、皮ごと食べられるんですね。さあ、雨が降ってまいりましたが、虹が出ております、局地的に雨が降ってきましたが、雨が降ったら虹が出る、綺麗な虹が出ています。まもなく2番乗り場に上り列車が参ります。危ないですから黄色い線、電気ブロックまでお下がりください。まもなく3番乗り場に下り列車が参ります。危ないですから黄色い線、電気ブロックまでお下がりください。 Please stand behind the yellow line. For your safety, please stand behind the yellow line.これめっちゃ虹出てますよ。これ瀬戸大橋渡るとき虹見えるんじゃないですか。
ということで今日のガロチャンネルは京都の琴引浜に行った後で香川県の琴引海岸に来るという、なんともおしゃれた、ガロチャンネルでございましたけども、香川県、観音寺、寛永通宝の砂絵、これは一見の価値あると思います。この放送は大阪南のたこ焼き屋よりや文左衛門の提供でお送りしました。